の夏の風物詩といえば花火大会と調布よさこいですよね。今回はその調布よさこいをご紹介します。チーム名を教えてください。はい、チームはいろはです。皆さんちなみにどちらのチームなんですか？そうですね、一応仙川の、小林あさみ講師率いる、バレーを、やっていまして、そこからまた作られたよさこいチームになっています。はい、いつもバレーしてるんですか？毎週土曜日にしてます。今日はよさこいですけどどんな気持ちですか？頑張ります。笑顔でみんな一致団結してリライのお二人と力を合わせて頑張って精一杯踊りたいと思います。はい、どちらのチームですか？私たちは一生会です。はい、調布で初めからこのからよさこいが始まってから初めから参加させていただいているグループです。うーん、嬉しい。嬉しい。楽しいよね。どうですか？毎日参加してくれてるんですよ。緊張する。あー、でも頑張ってね。今日はみんな元気よく50名が一体になってやるぞー。ただいまより流し踊り開催セレモニーを執り行いたく存じます。調布よさこい2016開催をさせていただきます。調布文化コミュニティ振興財団実行委員会、各商店会関係者の皆様方、本当にありがとうございます。それではどうぞ。さあ、まもなく調布よさこいの見どころである流し踊りがスタートしようとしています。徐々に参加者の皆さんも熱気を帯びてきています。さあ、いよいよスタートです。旧甲州街道の調布駅北口から宇田駅前までのおよそ650メートルを34のよさこいチームが踊り抜けます。爽快です。やっぱいろんな県の方々が来ててすごい楽しめたと思います。調布よさこいは流し踊りだけではないんです。こちらの札会場にはステージも用意されています。大変盛り上がってます。Sonic!
どちらからいらっしゃったんですか？東京都葛飾区を中心に活動しているチームです。調布で踊ってみてどうでしたか？そうですね、お客さんがすごく温かい声援をくれたので、すごく踊りやすくていい雰囲気で踊らせていただきました。ありがとうございます。お客さんと近かったので、お客さんの顔見ながら踊れてすごく楽しかったです。最後に意気込みをお願いします。自分たち初めて、ね、この街に参加させていただいたんですけども、たくさんの方がすごく声援をくれますので、最後まで精一杯踊らせていただきたいと思います。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。舞台の方に早速体験してきます。いただいた方は舞台の方に聞いてくださいね。すごい子どもたちの中に入ったんですけど、すごい楽しかったです。ありがとう。まもなくワラームが始まるということで、私も鳴子を持って一緒に皆さんと踊りたいと思います。私はもう調布市民。あ、そうなんですね。もう20年以上。地元のこういったお祭りっていうのはいかがですか？は、素晴らしいと思います。どんどん活性してもらいたいと思います。今日お祭り参加してみてどうだった？楽しかった。踊り楽しかった。調布よさこい本当に楽しませていただきました。市民の皆さんが一緒に参加できるっていうのもいいですけど、各チームの出し物も一つ一つ素晴らしかったですね。はい、楽しかったです。